2009年7月開通を目標で推進された韓国インチョン市のワルミュンハレールモノレールが試運転期間の事故で開通は無期限に延期され、結局2016年に歴史的建物と橋脚だけ残し、車と線路は廃棄に。当時管理業者の責任者2人が起訴されるなど、地元では大騒ぎだったのですが、今度は代替事業として推進された新モノレールが運行2日目で停止。そのありえない原因に対し、都市計画を行ったインチョン市にも非難の声が上がっているようです。こんにちは、世界のカール版のエドワードです。インチョン駅とつながれた駅を出発し、世界最大の野外壁画、そしてチャイナタウンなど観光地も近く、天気が良ければ遠くインチョン大橋まで観測することができると自信満々にインタビューに答える工事関係者。距離は 6.1km、 走行にかかる時間は35分。開通初日にはインチョン市長や市民代表らが参加し、華々しくテープカットのオープニングセレモニーも開催。人口300万ほどの都市に2両編成車両、デザインもかなりこだわった仕上がりに。がしかし、開通からわずか2日目にして1日で2回も止まる事故が発生。運転手は車両車から異常音が聞こえたため運行をやめ、乗客を別の列車に乗せ替えるなどの措置を行ったのですが、乗客らは20分以上車内に閉じ込められる羽目に。調査の結果、事故原因は動力伝達装置の摩耗ということが判明。いや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 、わずか2日で摩耗ってそりゃないでしょう。しかも距離たったの 6.1 キロだよ。ゆっくり35分もかけ走るのに摩耗ってどんな設計してるのよ。ちなみに運賃は1回の往復で大人8000ウォン、お年寄り6000ウォン、子供は5000ウォンと半端なく高額な設定。国内で一番長い観光モノレールと宣伝していたインチョン交通公社。この事態に営業本部長はインチョン市長で記者懇談会を開き、2車両も今日すべて予備部品に取り替えると発表。また事業団側も再設計した新しい動力伝達装置を前方車両に設置することにした。機械的欠陥であり、可視処理期間がまだ過ぎていないため、交換費用などは装置製作会社が負担する予定だと発表しました。これに韓国の市民は、あのモノレール設備と管理会社だけ稼ぐシステムね、列車デザインが80年代か、列車前面にキャラをつけるセンスはあの世のセンスか、出口は1250ウォンの交通カードでモノレール乗れるのに8000ウォンは高すぎる。なんであんなことになるのか、本当に情けない。20年前スタイル、年寄りたちが好きだからね。インチョン空港と近いという利点を生かして外国人観光客もたくさん誘致すれば良さそうなのに、日本の関西新航空と臨空タウン駅みたいな感じでと、まあ散々な評判なのですが、運行開始前からもかなり評判の悪いというか、期待されていないモノレールでした。ちなみに工事関係者は運行開始前、脱線を防止するように設計し、追突防止自動減速装置も取り付け、安全面には自信があると強調。インチョン市側は3年間は赤字が予想されるが、以後黒字になると予想しているようです。以上、最後までご視聴ありがとうございました。